どちらも連戦の疲労や若干の怪我などがあったんですね。そうですね、まあ、難しいコンディションの中での一戦となりましたが、まあ、意外な展開になりましたね、前半はね。立ち上がり18分 FC 東京の攻撃です。左サイド太田光介のハイボール、これを平山、まあ、シンプルな左からのクロスなんですけれども、クロスの精度、あとは平山の高さを生かした滞空時間のあるボール、もう完全にこれも平山の制空権ですからね、ここは。はい、もう完全に二見に競り勝ってました。先制した東京、33分です。今度は中盤で奪って川野、引きつけておいて前の平山とワンツーになって川野のシュート。パス自身はこれはちょっとミスも絡んでるとは思うんですけれども、最後のフィニッシュ、ディフェンスの足が目に入る中、思いっきり左足振り抜きましたよね。気持ちがこもった2点目でした。2対0だけでは終わりませんで、43分コーナーキック、およそ1年ぶりのリーグ戦ゴール、高橋、まあ、フリーであのセカンドボールを拾いでフィニッシュまで完璧な流れでしたけどね。仙台からするとやっぱこの3点目大きかったですよね。3対0で折り返します。後半の4分、仙台のコーナーキック、これを奪って東京カウンターアタック、川野が行きます。長い距離ドリブルでボールを運び、でただ彼だけでなくサポートもしっかり来てます。ここは羽生が折り返しましたがポスト、これは多分平山に合わせたと思うんですけどね、まあ、そういった守備から素早く攻めるというのは後半の FC 東京は効果的でした。これは平山のシーン、まあ、エドゥの代わりに今日先発の平山でしたけど、ボールの収まりであったりだとか、やっぱりこのいい時間帯に先制点が取れたことによって、彼自身も伸び伸びとプレーしてましたよね。でここは米本引きつけて武藤、まあ、よく言えばこの辺の精度を上げていきたいところです、はい、なかなかシュートシーンがなかったベガルタ仙台、後半11分、狭いゾーンからボールキープウィルソン、後半の頭からリャンがセンターでプレーし、効果的なくさび合いを入れてたんですけれども、なかなかフィニッシュまで持っていけませんでした。しかし力ありますね、ウィルソンは、はい、これはフリーキックのチャンス、波状攻撃だったんですが、いずれもブロックされます。鎌田で最後は太田、権田、構成よく体を張って、体を張って守りましたよね。29分、フリーキックのチャンスに太田の左足、得意のコースでしたけど仕留めることはできませんでした。まあ、後半は少し手堅く守りながら攻めた FC 東京、3対0快勝。 FC 東京はリーグ戦2連勝となりました。